7月9日11時、まあ、40分ぐらいにテイクでしょうか。これからコロボックルお食事行きます、みんなで。トカチンさんお食事です。財布持った？財布持ちました。あ、 OK です。私そして宮本さん、吹き流しはもう暴れております。もうサーマル今落ち着きました。サーマル絶好調。なんと俺の向きで入ってきてます。私の向きで入ってきてるんで、先に私が行かないと、場所を開けないと撮影できません。来た、おかしさん来ました。20度近く向きを変えて、お、登るのか登るのか登るのか。さあ、優しく出てきました。浮きました、ギリギリ。お、向き変えましたね、90度。おお、引きすぎか引きすぎか。だったんで10分でやってきました。トカチンさんコード処理中。おおおお、ふかしましたね。まあコード処理できなかったです。さあ、サイドアタック。ちなみに私1メーターぐらいのフォローになっちゃいました。伸びる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 。もう無風なんで好きな方向に降りちゃっていいです。伸びる伸びる伸びる。あんなとこに。さあ、立てるでしょうか。おお、優しく降りましたね。うまいです。完璧。出入り禁止、高低駅。さあ、ここは羊ですね。羊を見ながらここでジンギスカンを食べるというのはありません。コロポックルです。到着です。取らないで、ここから行かないの。さあ、羊ちゃん、表の羊ちゃんじゃありません。じゃじゃーん、今日のお昼ご飯、何でしたっけ。羊バーガー。羊バーガーじゃないです。違います違います。焼肉バーガーだか、あの下がりバーガーだか。あ、うわ、手突っ込んじゃった。トカチンさんのお昼ご飯、コロボックル、カレー？コロボックルカレー。ドライカレーに、まあ、お、なんかでかい、ここになんかでかい肉入ってます。本当だ。なんでしょうこれ。なんでしょう。さあ、お、肉ですね、肉です。美味しそうです。あ、牛肉です。はい、いただきま す。10分で到着しましたんで、1リッターも燃料食ってないですね。全フライトで1リッターぐらいでしょうか。そして、今帰り、ちょっと風が強めのブローが入るようになってきました。1時過ぎ、これからエリアに戻りたいと思います。
エンジンカットでソアリング中、トカチンさんもプロペラ回ってないですね。まあなんとか弱い 0.5 から1ぐらいので、250m から350m キープギリギリですね。北系にサーマルは北系に弱く流されても、うわなんだなんか今虫が飛んできましたよ。なんかべちゃっと。さあよし、拾った拾った、乗っかりました。よし、ここいいのあります。 1以上で上がっております。やっほー。さあランディング、どうでしょう。風がかなり弱いです。ちょっとカメラを気にしてるとコード処理間に合わないですね。風上からのアプローチ、ちょっとまだ高いですけど、あら、足の股の間から抜けそう。うわ、風変わっちゃいましたね。風変わっちゃいました。うわ、佐藤さんと同時進入です。佐藤さん、俺プロペラ止まってるんだけど、開けてちょうだい。あー、ダメですね、これは。これはもうトカチンさん、お帰りなさいです。コロポックルお食事フライト帰ってきました。お、今真正面、なんだ今俺背中から来てるな、これくるくる回ってんな。さあこの風トカチンさんに当たります。そのうち、お、くるっと変わりましたね。90度向き変わりましたね。この辺で、おお、これかな、これかな、これかな。あこれでしたね。90度向き変わった風。はい、綺麗に終わりました。